はい、どうもこんにちは。はい、ということで、前回の動画でね、車両はもうほぼほぼ完成しました。そうなんですよ。前回動画でようやくこの完成したトレーラーをね、見せることができました。まだね、やることがあって、今日はそれの完成カプラーをつけるためのアダプター製作をしてるんですけど、まあ一挙にこれで3台作ろうと思ってます。そうなんですよ。全長が 6.72m、 幅が 2.12m、 最大積載量 500kg っていう、免許不要のね、限界サイズぐらいのトレーラーじゃないかなと思います。もちろんあと数十センチぐらいは伸ばせるんですけど、まあいろんなこともあるんで、まあ、とりあえず4690の小型乗用車で引っ張れる限界サイズあたりがこの、長さです。これ以上超えると牽引免許いっちゃうんで難しいですね。あとね、この他にも積載車トレーラーを一応作ろうと思ってるんで、まあその場合はですね、もう牽引免許ないと多分無理だと思うんで、うちが作るのはトレーラーの新車を運べるぐらいの軽量タイプトレーラーです。まあ 6.72m なんで相当長いですけど、運転はしやすかったですね。まあこれの内輪差とか外輪差を知りたい方は前回の動画を見ていただければわかると思います。まあでもあんまり違和感なく乗れちゃったって感じですね。まあただ左右張り出してるんで、まあ運転の際はね、ちょっと注意がいりますね。まあでも普通のキャンピングトレーラーも幅広いですからね、大体。で、保安部品は付けました。あと配線をするだけなんで、まあ一旦ここで、終わってます。前回の動画だと、まあそんな感じで今回は完成ヒッチカプラーの製作です。で、次やらないといけないのがあって、前についてたトレーラーはカプラーが通常の一般的なカプラーになってます。で、あれの完成ブレーキ車になるんで、完成ブレーキ車は、こういうもので完成ブレーキを取り付けていかないといけないんですけど、これはまあ輸入品です。輸入品なんで、今作ってるのは、もうすでにCADはできてるんですけど、国産、純国産のこの完成ブレーキを作ってます。で、どういう仕組みかというと、これに関してはですよ、これに関してはここのメインのね、フレームがあると思うんですけど、まあブレーキがかかったらここのスプリングが縮まってグッと押すというか、まあ後ろがこれに前に行くって感じですね。スライドして、その時にこういうレバー形状があるんですけど、まあ、これがこのままグッとくるわけですから、引っ張りますよね。この引っ張った状態でブレーキキャリパーの、作動をさせて、でブレーキを機械式にかけていく、機械式完成ブレーキっていうのが、まあ、これになります。ただですね、ここには難点があって、この完成ブレーキヒッチカプラーは来てからそのままつけることができないんですよ。結構大変なんですよね。で、何が大変かというと、まず、50mm、 フレームが 50mm だったらこのまま貫通してくれると思うんですけど、そうだね、まあギリ貫通か、そのままボルトは通せると思うんですよ。ただですね、肉厚だ、すごい薄くなります。この状態だとすっごい薄い。なので、75だったら、まあもう全然問題ないぐらい、あるんですけど、50mm のフレーム、まあ、正確に言うと 45mm っていうのを、まあ、国産で使うと思うんですけど、この 45mm だったら、普通に取り付けはできます。ただですね、フレームにそのままブスンポンと穴開けても、結果、折れやすくなるんですよね。なぜなら上からボルトを入れるので、上から穴を開けないといけないんですよ。だから上下の力がずっとこうなるんで、穴が上にあるもんはこっからボキンとこう破断しやすくなると。とりあえず説明しますと、これがセンター穴1個ずつの、固定だったら、これが折れることはあんまりないんですよね。なので折れやすいっていうのは、このセンター穴から
2つ大体指示してて合計4つの穴を開けると思うんですけど、この場合フロント側の穴にボルトをいくら通してて固定してても後ろ側が亀裂入って折れるっていうことが起こるんですよね。だからこの2つ穴を上から通すときに、ギリギリラインで穴を開けてしまうので、なるべくヘリの R がかかったところで穴を開けるのが一番理想なんですよ。だから 75π っていうのはすごく、75角っていうのはすごく優れてるんですよね。ただそれだけでもリスクはあるわけで、今回作ろうと思ってるのはこれがさらに折れにくくするためのアダプターです。このままダイレクトにそのままつけたらいつか折れます。それも前側で折れることはほぼないです。後ろ側でだいたい折れます。だからあのヒッチカプラーなんかあの側面についてたりもするんですけど、要は垂直性荷重って車両総重量の 10% 以内ってなってるんで、例えば総重量750キロでもマックス75キロまでしかかけられへんというかことなんですよ。なのでどっちかといったらこう前後移動、ブレーキしたり走ったりってするこの前後移動の方が力がかかるわけですから、だから横にボルトが入ってるっていうパターンが多くて、上からねガチンと止めてもこの前後はそんなに強くないんで、ボキンとこうボキンともげちゃうんですよね。もげるリスクがある。なのでまあこういう取り付け方の場合はちょっと気をつけないといけないんですよ。なおかつこれがなかなかの重量あるんで、そこそこ重量あるんで、ある程度フレーム側が強固になってないとね、いつか何年後かには壊れてしまうじゃないですか。なので、まあ、今回こういうプレートを、まあ、作って、でこれをメインのフレーム側に、全て取り付けてしまって、固定すると。なので上下の力ももちろん前後の力も、しっかり耐えうるようにこの形状になってます。はい。で今からやるのはこれ自体はねもう穴位置が確定して出てるんで、もうぴったりのピッチになってます。でここにこのレバーが入って、ま、これがいけるんですよね。ただここのレバー稼働させるってことはフレームセンターにもこんだけの逃げの切り欠きがフレーム側の真下に必要なんですよ。だからここを切り欠かないといけないと。でこれはカットするんでいいんですけど、あんまりブス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 穴開けたりカットしてたらもうメインの骨格のトングが、折れてしまうんで、まあ、それは一応壊れないようにということでもう設計してるんで、まあ、そういうことで今日はねこれの、完成ブレーキこれ専用ですけど、まあアダプターを作っていきたいと思います。でうちの今度の自社製品の方の、完成ブレーキになると、それが今度は 750mm の専用になってるんで、あとこれここですね、輸入品って 50mm です。もうほとんどが 50mm、 2インチっていうのはあんまないんです。だから、2インチ用で作ってるんで、今ついてるヒッチボールがそのまま使えるっていう風にしてます。なんでかというと、まあビビったるもんだと思うんですけど、2インチだと 50.8 ミリじゃないですか。ですけど50ミリってまあちょっとちっちゃいですよね。だからまあそこまでやるんだったら強度の高い方でやりたいねっていう風に思ってて、だから50.8 の方を採用したいんで2インチボールにしたいなという流れですね。はい。でこの自社製品としての、じゃあ強度はどれぐらい満たせるかを測れんのかよっていうふうに言われる時が来ると思ってるんで、その辺に関しては細かい内容はちょっと言えないですけど、ちゃんと満たすようになってます。計算上もそうですし、書類出すのは書類上で運輸局とかに出さないといけないので、その段階で強度が満たしてるっていう保証は多分できると思いますね。はい。まあそういうことで、まあどれくらいかかるかわからんけど、まあ自分の中にはもう大体出来上がってるんで、この通りに行くかなと思います。でここね R がついてるんで、ついてるんですけど、
こっちは直角になってると思うんですよ。っていうのが取り付けのね位置によってはここのステイのこのここがこう今これ当たってると思うんですけど、ちょっと逃がしたいなとは思ってたんですけど、当初はこういう感じになってました。なのでこう綺麗に逃がせるように後ろはこういう風になってます。はい。でこれでアダプターを作っていくことで、通常あった 3.2 ミリのフレームのトングが部分的ですけど 6.4 ミリっていう感じになるんで、まあ強くなる本当にということで、まあ、そんな感じです。よし、じゃあまあね、ちょっとイメージつかみながらやっていきたいと思います。それじゃあ完成ブレーキのカプラーのアダプターを作っていきましょう。 OK、 だいたいちょっと位置が読めたんで、あとは切り欠きですね。ここが当たる、ここが当たるっていうとこを切り替えて裁断して、うん、専用で当たるようにします。今やってるのは、当たり面ですね。当たり面をチェックしてます。はい、ということでここの部分がまた若干ちょっと当たってた感じなんで、これを加工します。すでに大体の図面で通りに制作してたんですけども、まあ当たり面はちょっとわからないということで、とりあえず今加工してます。これで当たり面のほとんどはなくなるので、取り付け方が大体見えてきて、今後図面に起こすときはこのプレートを元に再度図面を起こして完璧にボルトンできるようにねしていきます。ということでこれでとりあえずメインはいけたかな。でここに、これでいけましたね。で、あれ違いけたな。とは、OK。ここが加工した箇所ですね。ここにストッパーがなってないと意味がなくなるんで、こんな感じかな。うん、これでバッチリ OK やね。まあこんなに全開に開くことはないんですけど、まあ大体そうですね、うん、これがね走行中は多分引っ放しになっちゃうから、大体こういう感じになると思うんだけどな。まあでもあれか。うん、まあちょっとあれですね。ここはここでストッパー入れといた方がいいな。走行中に引きっぱになるな、これじゃな。こういうふうに引っ張って引っ張って、また溝に噛んでってなって、引きっぱなし状態になっちゃうんで、これはなんかあんま構造がよろしくない。まあまあ、とブレーキレバーの入力が、まあ、大体90度になってるじゃないですか。これはバイクレースも全部部品の考え方は一緒なんですけど、まあ、90度が一番強いんですよね、レバー入力。ボクシングもそうで、フック打つときに90度になってるのが一番強いって言われてて、まあそれと一緒ですね。90度が一番入力が強いので。なので、まあここは約90度ぐらいになってて、こっからレバーを引くかっていう感じになるんで、うん、これやったら今グッグッグッとこうね慣れると思うんで、ここを固定した状態でメインのシャフトだけが動くって感じです。なので取り付けは
このプレートとこいつが強固にフレームで固定されたら、フレームだけが動いて、まあ実際は違うんですけど、まあいわゆるこいつがキープをさせるものなんで、この場所をね、うん、なのでフレームが動いてもこの角度を変えないためのこれがあって、押さえてフレームだけを動かす、で全体的にブレーキをかける、ワイヤーを引っ張るっていう、まあ感じです。慣性ブレーキだけは本当ね、ややこしい。あの図面だけではどうしても判断できんこともあって、まあまあこれで、まあとりあえず一旦 OK ですね、うん、よっしゃ。ほな次はサイドプレートね、これまあちょっと今キーがあるからできないんですけど、まあこんなイメージかな、うん、こんなイメージなのか。でなおかつ、まあこれがちょっとこう落ちていくので、うん、よし。でここの幅が、うん、100になってるから、実際のフレームは75です。ここだから75をインストールできるように、両方からプレートを入れて巻いていくと。で最後は側面を、まあボルト止めもしくは溶接になるんですけど、保険で一発か二発 ボルト止めしてから、まあプレートやってもいいかなって思いますね。 OK。 とりあえずサイドプレートを取り付けていきます。これは溶接でまた仮組みするんですけど、きちんと寸法をね、ぴっちりと言っとかないと斜めについてあったりしたら最悪なんで、丁寧にやってます。まあまだこの部分でも当たる部分が出てきたんで、まあ、それを今度また線を引いてカットしていくっていう作業ですね。まあ地道にこういうのをやらないと、現物でやらないと図面上でわからないことしかないです。さらに当たるところの毛書きをまた皿に入れて、これでだいたい大方のね形は決まりそうですね。これで次はカットですね。でこのカット作業をすれば、ピタリとはまると思います。この側面が、ちょうどね斜めの三角形の斜めのところに当たるところなんで、まあ、ここがかわしてくれたらちょうど 75mm の幅をキープして、このアダプターは取り付けができるようになります。ここまでちゃんとやってれば、まあきちんとしっかりつきますよ。うん、これでプレートはもうこれではまりますね。でこれがね横に支持する形になります。こういう感じか、こういう感じだな。で7号の、位置で溶接されると、これは簡単にね取り付けれるアダプターになるんでって感じで OK。そして仮合わせをしていきます。もう1は完璧出ましたね。あとは溶接をして仮付け。OK。 じゃあ、これで大体位置の固定が終わったんで、次ねもう一回これバラして、次はね7号のフレームを持ってきます。7号にもうまたガラせます。ほんだら横から75なんで 12.5 ずつ追い込めば75のベタつきになるんで、まあ、とりあえず75のパイプ持っていこうかな。そう、左右の位置がもう結構 0.5mm 刻みなんで、結構入念にやらないと、これずれちゃったらまた最悪なことになりますね。
パイプが入らないのが一番困るんで、まあそれをパイプをジグ代わりにするって感じです。で、位置が決まったらクランプで固定。そしていろんなところを各部締め付けて、位置だけはきっちり出して溶接作業に入っていきます。アルゴンなんで熱持つから、まあ点付けでも結構歪み上げるんで、まあ結構適当にやってたらダメですね。しっかりと固定していきます。はい、ということでね、位置が取れたんで、今からこれをね、仮溶接していきます。アルゴンでとりあえず引っ付けて、各部ね、アルゴンでとりあえずいきます。で、本溶接はもう半自動でやっていきますんで、それではね、とりあえず点付け溶接から始めたいと思います。3.2 ミリなんで、まあ全然強要で、100ボルトアルゴンでも全然ひっつきますね。で、とりあえずこれで点付けを各部してたら半自動ができます。アルゴン溶接ってでも僕は一番好きな溶接かもしれないですね。アルゴンは面白いですよ。とりあえず溶接の仮固定が終わったら、次逆に向けてこっち側も溶接していきます。まあ、結果としてもうこの時点で3つできてるんですけどね。はい、というわけで、完成ヒッチカプラーのマウントできました。で、まああとは本溶接して取り付けですね。で、完成ヒッチカプラーが実際作動させるレバーがちゃんといけるかっていうのは、これでも見えたんで大丈夫なんで、あとはですね、フレーム側にこれを、まあ、ボルトオンしていったり、まあ、溶接するよりボルトの方が、面圧で強度取れるかなとかちょっと思ったけど、まあ、パイプなんで、ネジ締めたらブーってこう、寄ってしまうということがあり得るなとは思ったんですけど、よくよく考えたら、6.4 圧になるんで、まあまあそこも結構大丈夫ちゃうかなとは思いつつって感じですね。なのでこれを本溶接して、塗装して、まあこれは一旦 OK かなと思います。うん、あと本溶接してカップラー取り付けて、まあ実際ちょっと当てると、ぴったりね、一応なってると思うけど、うん、ぴったりね。まあ、こんな感じでとりあえず一旦これでいけるかな。うん、 OK ですね。で、こういう感じでフレームごとグーッと動くと。で、ここからこう厚みになって、こういう風になるんですけど、ここが一つのね、物体になってボディにそのままつけるんで、まあ強度が落ちるってことはね、ほぼないですね。そうね、うん、あとはブレーキかかった時に、まあちゃんとね、これが、グッとそのまま押すんで、まあこういう状態で、とりあえずかかるし、うん、こういう風にしてサイドブレーキを引いて、もできるし、まあ一応登録上チェーンロック式でも、チェーンロックも入れてて、チェーンロックもあった方がいいのはいいんでね。うん、なので、まあ、チェーンロック式とこれで、ダブルでね、安心ちゃうかなと思います。で、ゆくゆくは、この完成カップラーが国産化するんで、まあ、これと全然シルエット違いますけど、もっと、
フレームに加工がいらないもので、パワーアップするんでね。なので、一応ここは、総面圧140mm ぐらいになるのかな。うん。だから、あと、まあ、カラーを入れて、つまんでも寄らないようにだけしとけば、まあ、ボルト強度に頼っても全然いけるんで。で、10mm の SUS304 だったら、トン数で言ったら、物体的に2トンは楽勝に耐えるんでね。っていう感じですね。よっしゃーと。本溶接だけやな。